山の下中学前はステイ付近。変則的な車線構成となっている地図、新潟飛行場道路は、新潟県新潟市東区産の下町にある末広橋交差点から、同区高度新町2丁目にある空港入口交差点に至る国道113号の一区間の名称、通称空港通り、同区松浜町にある新潟空港への連絡道路として整備されたもので、講義では、 空港入り口交差点以東の道区下山2丁目にある商品橋交差点の区間も含まれる。新潟市東区山の下町からほぼ東西に道区高度新町までつながる道路の通称。名称が示す通り、昭和初期に市内中心部から新潟空港に至る連絡道路として整備されたものである。ほぼ全線にわたって登校が1車線、西業が2車線となっている。 東区内には区域を東西に横断する幹線道路が複数あるが、国道113号はそのうち最も北側に一致している。内陸側には、新潟市道山の下東港線、新潟県道3号新潟柴田村上線、新潟バイパスなどがあり、これらはいずれも新潟県道4号新潟港、横越線や新潟県道17号新潟村松、三線線など、 区域南北を従管する幹線道路と接続している。また現在は新潟空港のアクセス道路としてだけでなく、1960年代後半以降、宅地開発が進んだ空港周辺の富士見、下山地区の生活道路となっており、さらに同市北区や西楼町、柴田市へ至る幹線ルートでもあることから、市内中心部のベッドタウンであるこれら地域相互間を結ぶ。 幹線道路となっている。現在は飛行場よりも空港という故障が一般的になったこともあって、飛行場道路は空港通りと呼ばれるケースが多くなっている。沿線の店舗は空港通店や新潟空港通店と称する店も多い。1980年代から90年代にかけてには県内外から多数の企業が出店し、 旧市域の中でも特に大規模な商業地となっていたものの商業地開発は近年前述の山の下、東港線や赤道沿線へシフトしつつあり空港通り沿線での開発規模は次第に縮小しつつある。なお末広橋交差点の中央分離帯部には新潟飛行場道路の礎石が埋設されている。 司法新潟第2403号2013年3月17日、P2 国道113号変更ござるアガ賀橋を含むルートに新潟市国立国会図書館、Web アーカイビングプロジェクト。ありがとうございます。